じゃあさっきのに、はい、こっちの胸の動きをプラスさせてやっていきたいと思います。踏み込んでもらって回す。回すと、はい、でさっきのこの尻の働きと胸の動きを同時に連動させて行うことで、はい、もっと実践に近づけるような、はいはい、バックスイングとフットワークを一緒に取るっていうのを、何ですかね、抽出させて、はいはい、で働きだけ意識させて行うような感じで、意識することはやっぱ膝がこうなったりこうなったりしないようにまっすぐにしとくことと、胸の回転とお尻が同時にグッグッて働くことを意識していただけたら、はいはい、踏み込んだところを作ってそこから回り入れる、同時にそうそうそう、で膝がちゃんとなってないか確認してもらって、いいですか、3回いきましょう。1、2、3、OK、 どうですか。きつそう。じゃあまず右足前からいきましょうか。はい、右足前にしてもらって、あ、そう、これあの重りがあるだけでなんか思うんですか、曲げた方がいいんじゃないか。前にこう体重いっちゃってるんで、こう一番の方を膝で支えちゃってるんで、あ、真下に行くイメージとかはいいかもしれないです。で膝と力を出して回す回す、その回すとこのお尻同時ですよ。お尻を同時というのはこうふにゃってなっちゃうんで、バックから入ってない、はい、グッて保ったままと回すのグッ、あ、お尻にも一緒に力を入れる意識は、はい、わ、フラフラしちゃう。そう、あ、3回いきましょう。1、2、はい、OK です。いいっすよ、はあ、ここの横がきます。はい、じゃあ大丈夫です、ちゃんと使えてます。この動きいきます、え、いきます、ちょっと、ちょっとな、やばい、フラフラしちゃう。それ同時の方がいいね、差が分かっていいね。差足をそのまままっすぐ前に、あー前に行っちゃう。ちゃんとしたポジション作ってから回すのと治療意識を入れ、そうなの、目立つの、あーフラフラする、同時にグッと力をかけて回すのと力入れるの同時で、うん、一応これがなんすか、ね、一番実践に近づくような感じで、うん、はいはい、で最後にスクワットやりますか。お願いします。じゃあ子供たちなんかはこういう重りなしで、はい、もう小さい前習いとかでやるようなイメージ。あ、そうですね、最初なくていいと思います、はいはい、で、まあ、やっぱある方が、負荷がある方がやっぱお尻に入り方とか意識しやすいんで、うん、もし感じ方がわからないっていうやったら重りとか持っていただけたらいいと思います、はいはい、最後ちゃんとちょっと卓球っぽいになります、はい、卓球っぽいになります、卓球っぽいになりたいです。これはボール使うんですけど、はい、取ってしまって、僕投げるんで、取ってもらっていきます。
あ、下あーくそ、キャッチができんエプスエプスああこれいいね。このポン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 してる時もお尻ですか。はい、これはまあそうですね。入ってたら他の選手だったら逆にこう行きやすい。ああそうですね。すごい前が。なんでさっきの意識ですね。こういう意識とか寄ってもらったら動き出しとかもここの一人だけで頑張れる、みんな頑張ってあげる方が動き出しが早くなるんで、そのままいいと思います。いきます。あと10秒いきましょう。きついこれ、早くきつい。お尻痛い。お願いします。はい、行きます。様子、なんか考えましょうか。なんかこれ大体何秒ぐらいがこのなしです。あー、どうすかね、これ30秒がやっぱ。あー、いいですね。じゃあ行きます。よーい、スタート。うわっ、ストップで、はい。じゃあ、最初に行こう。ここに大丈夫、ここにここに大丈夫。よーい、スタートです。10秒経過。5、4、3、2、1、終了。はい、ありがとうございます。すいませんでした。いいです。もう一回だけやってもいいですか。もう頑張るね。福山さん、どう思います。あ、いいですか。よしな。じゃあいきます。変なことしないで。そうだね、俺と岡本でできれば。じゃあいきます。よーい、スタート。10秒経過。あっ、頑張って。20秒経過。5、4、3、2、1、0。これめちゃくちゃいいね。これできない。10秒経過。え、軽い。20、5、4、3、2、1、0。ちょっと、いや、これもう加藤源と比較動画を出してください。軽い。ああ、てかステップパパパパパってやっぱ速いね。はい、これ逆モーションとか入れても
ですね。パッてやる。全部片右手で全部取るやる。あ、やっぱそっちの方がいいですね。両手でやる。これいい。これいいね。めっちゃいいですね。あとでも時間はその子の苦手とかに当ててあげて面白いかもしれないです。一般的にはラリーの時間でやってあげるとか、はいはい、中盤疲れてくるんだったらちょっと長めに。それこそ一回その、はいはい、練習して終わった直後にそのままやってあげるとか、うん、実際の実践に近づけていくと、僕卓球がわからないんですけど、はいはい、野球とかではそういう風になったりする。ああ、そうなんですね、はい、卓球練習でフットワークやった後に、うん、野球とかよくランニングするんですけど、はい、なんか走るって試合中ないんで、うん、もうちょっと考えてトレーニングされてるからとかだったら何秒っていう区切りつけて、あ、二塁打だったらこの秒数だからみたいな、あ、より試合に向いた体っていうのは作れていくんで。なるほど。うちながら卓球とかになったら、うん、ボールどこに倒すかとか、どんなボール来てるかとか、うん、そっちに意識されちゃうんで、うんうん、こっちが、うん、ロサガになっちゃうんで、それをもっとボールを大きくして、はい、ラケットじゃなくて手にしてあげて、うん、で、もっと足に意識を置かすようにしてあげたら、はいはい、なんていうか苦手な、うん、こっちが苦手だからこっちが余計に苦手になっちゃうってことがないんで、うん、分けて考えてあげてやってあげたら、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。真下にしゃがんでいくように、真下にストーンってしゃがむ、しゃがむ、これは限界ですね。ちょっと胸軽くつまずまるで立った状態で作ってあげて、ここから真下にで膝を、股関節をこう外に持っていくイメージで、あ、そうですそうです、ちょっといいですか、さっき首に力いっちゃうんで、胸開くのちょっと意識してあげて、そのまま下に下ろしましょう。開いたまま膝が外に向いて下に下に下に、あ、今力を出す、上げてもらって、こう張ったままをちょっと維持した感じで、そう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 、最後ストンって抜けやすいから抜けないように、もうちょっと我慢できたら晴れです。今ちゃんと晴れてるんで、そのまま撮りましょう。うんうんうん、いいっすよ、さっきよりは。本当だ。ああ、これ股関節突っかえます、ね、こう詰まるっていうか、突っかえる、外がもう突っかえます、ね、あ、外が、外は働いてたら、働いてグッて力入ってるんですけど、もうほんとつっかえてるっていうイメージですね。骨がもうこれ以上いきませんよっていう。あ、そんな感じですか。はい、広げれば広げるほど折りなくなっちゃう。足を内側が、あ、外がつっかえてる。足を広げれば広げる、外が広がらないってことですね。あ、そうですね、広がらないですね。でも広がるんですか。うん、でもやっぱここが痛いですね。ここですね。ここですか。はい。働いてるわけではなくて、これを働いてるって言うんですけど、だから僕の中で突っかえてるっていう。突っかえてるって感じですか。はい。これ以上行かないダンスだ。うん、多分治る。そうですね。治りますか。もう一回どうですか。足首も、あ、もう普通にあのさっきの感じでしゃがんでもらって、足首の感じですよ。はい、それ今しんどいですか。今しん
先ほどのしんどさは、はい、これぐらい足が狭まっていれば降りてる問題ないですよね。はい、やっぱりその幅であったらいいよですか。うん、それはもう人の個人差があるから全然問題なし。じゃあそのままで胸作った状態になるんですか。そうですね、まあいいな。でちょっと最初に膝前出す意識で置いていくのですか。膝を前に出す意識、あんまりお尻後ろに引くそのまっすぐ下に、そうそうそう、今の感じです、今の感じです。右ですか、後ろみたいな。左も、あ、両方必要なんですね。外線ですかね。うん、いや、俺は全然ないよ、あんま問題見つかってないで。マジっすか。うん、めっちゃこう、前に倒れそうな感じしますね。もう横から見てる。ちょっと前かがみにしないと後ろに倒れちゃう。ですよね、いや、それはそれでいいですよ。いいですか。うん、いいよ。結構こっちでカバーしてますよ。それじゃあ、後で話しましょうか、最後に。で、それでまあ一番こう分かりやすいのがスクワットの動作を見るんですけど、でもだってどこか痛いってなって、スクワットして基本すると、スクワットの姿勢が悪いと、あ、ここが悪いからスクワットできないんだろうなとかっていうエラーが見つけやすいっていうのがあるんですけど、基本的な考え方として、体に言った重心っていうのが、あって言ったら、立ってると重心が、大体まあ、物を持たないと胸のあたり、お腹のあたりにあるんで、後ろから誰かに押されます。で足出るじゃないですか。これって重心の位置がずれたんで足が出たっていう考え方なんで、だからこっちの方が重たいんで、こっちの点がずれるんで、足を開いたこの真ん中に言って今重心があるような状態になるんですけど、それをスクワットで見ていくと、これはスクワットしゃがんだ姿勢ですね。でついてるとはこの足のところに、ここが地面と接するポイントになるんで、これの真上に重心点が来てると安定したスクワットができると、ちょっと分かりやすいかなっていうふうに思うんですけど、はい、でさっきあの最初のこの動きもうまくできず力が抜けにくかったっていうのがあったんですけど、このまま寝ると人間力っていらないんですよ。骨のバランスがきちんと並んでる状態なんで筋肉の力とかいらないんですけど、例えばこれが重心が前に行っちゃったり後ろに行っちゃったりすると、これのバランスはずれるんで筋肉で支えるしかないんですよ。ってなると力が入るんで動きが結構しなくなってしまうっていうところがあって、横から見た時に特に最初のこの動作の時、はい、つま先浮くの多かったですね、はいはい、お尻引こうとして後ろに行くのが多くて、で姿勢がちょっと起きてたんで重心が結局後ろに行っちゃいましたと。なんで言ったら体の姿勢的にはこういう状態になってるんですね。なるとさっきの重心点見比べるとこういう状態になっちゃってるんで、この重心がずれてしまってるっていう、っていうところがあるんで、これの重心の位置を意識してスクワットしてもらうとスムーズな形でスクワットができるっていうところが一つになるんで、実際ちょっとしゃがんでもらうと、一旦意識でしゃがんでもらっていいですか。さっきのかな、前傾けてよかったですかみたいな話をしてたのに、はい、最初傾けなかったので高速で進んでるんですよ。これが重心がずれてたので、はいはいはい、足が浮いて後ろに下がっちゃう、股関節が硬いんでうまく重心の位置を持っていけないとなると、もう体を前に傾けるしかないですよ、でちょっと顎引いてさっきよりちょっと傾ける意識でしゃがんでもらっていいですか。そうすると多分しゃがみやすいですね。おすごく楽です。なるほど。で、癖で残ってるの、最初しゃがむときも、まだ顔が前に残ってますね。本当ですか。そうです。それもあと一緒で、顎を下げたまま、しゃがんでもらうだけで、ちょっとしゃがみやすさが変わっていくっていう。全然しょうがない。多分股関節のつまりもさっきぐらいないかなっていうところにやってくるんですけど、ただ、そのパフォーマンスを上げていくっていう意味では、やっぱり、
もうちょっとの姿勢が、この状態で回復できない、姿勢を上げたわけなので、そうすると僕は硬いというと、この前から、さっき最初の胸の周りが硬い、はい、で硬かったですね、実際やって、それが柔らかくなってくると、ここが広がってくるんで、姿勢上がりますよ、で、この背が取れるようになってきますよっていう基本的に何かこう、絶対紐付けで答えが出てくるんで、で、一番面白いのは、スクワットのしゃがみもあるんですけど、結局肩周りを良くするとスクワットがしゃがめるようになるっていうのが、結論として出るかなっていうのがあるんで、結構試しに、こっち頭で自然に寝てもらっていいですか。で、1キロを持ちます。で、手はですね、こっち方です。で、これここつけてるときから、はい、肘曲げます。これスタート位置です。はい。はい、このまま、このままぐーっと押します。で、この辺伸びてくると思います。はい。ぐーっと伸ばして、で、戻します。息吸って、リラックス。ダンベルの重さに任せて戻します。いい感じです。で、繰り返す。3。10回いきましょうか。リラックス、呼吸続けます。お。こっちが押してしまうんで、すぐ抜けてしまうんで、だそれが落ちないギリギリのところの高さを、それはもちろん皆さん硬さで、はい、それぞれ異なっていくので、そのギリギリのラインでやってあげると、力抜けずにいい状態でスクワットができるっていう。なるほど。ありがとうございます。フォームよくなってきます。そうもういいですか。はい、いい感じです、いい感じです。あと意識はかかとに置くのがポイントです。かかとに重心、はい、それ下半身のトレーニングは基本的にくるぶしの下、このラインの下に置くのが基本です。皆さん足20何センチかあるんですけど、足が入ってる部分に後ろの1センチしかないんで。へえ、そうなんですね。ここしか入ってないでしょ。入ってない。あ、ごめんなさい。そうですそうですそうです。ここしか入ってなくて、その物体としての体重で言ったらこの足から下にかかってるんですね。はいはい。ただそれをつま先で踏ん張ってしまうと力のベクトルがずれてしまうので力がロスになってしまうっていう。でかかとに置いた状態でしゃがんでいく。今からちょっとお尻を後ろに引く意識になってますよね。若干ありますかね。一旦バッターの足キベンでのそれがしてもらっていいですか。
足変えた方がいいですか？変えてもいいですよ。はい、大丈夫です。で、それで姿勢上の周りの上にかかとつきます。じゃあ後ろに行くんで、体もっと前行きます。膝前にしまってですよ。そう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 。で、ここまでしゃがむと今この姿勢になってしまうってことは、これはまだちょっと体が硬いかなっていうところになるんで、これがいったら課題にはなってきます。はいはい。まっすぐのまま、そうです、しゃがめると一番ベストになってきます。はい、なんで太ももの後ろの筋肉やったり、あとお尻の筋肉で、あと最初にやったまた折りみたいな姿勢っていうところが柔らかくなってくると、ちょっとしゃがめるようになってくるんで、それぞれそういうことしたいんですか？そうですね、ここだけはすごい。そうです。なんで最初はまだ硬いうちはポイントはそのかかとが浮かずにどこまでしゃがめるか、それが基準になってます。体が浮いちゃう。かかとが浮かずにかかとがしっかり乗った状態で調べようか。Thank you.